11月2日のケリヒメスイーツ。今ログインボーナスが全部プレチケになってるね。何日までだろう。でもさ、7周年なんだからさ、毎日7枚配ろうぜ。だからそうやってね、ガチャをどんどん回させて、ああもっとガチャを回したいっていうね、ガチャ欲を誘うんだよ。ケリヒメの場合ね、まあね、そのバンバン石とか、まあケリヒメはフレンドチケット、フレンドじゃないプレミアムチケットだけども、そういうのね、配りまくればいいってわけじゃないの分かってるし、よこせよよこせよっていうね、ちょっとなんかこじってるのもさよくはないんだけども、そして間違えちゃった、ここは強選手がよかった。でもさ、配布少なすぎるじゃん他と比べると。ケリヒメはね、デフレスパイラルみたいな感じなんだよね。お給料少ない、財布の紐が固くなる、物が売れない、じゃあ値段を下げよう、値段を下げたけども、その分値段を下げたらそのお店の売り上げが下がる、つまり働いてる人の給料が下がる。給料が少ない、お金がない、財布の紐が固くなる、物が売れない、じゃあ安くするのね。違うな、自分で言っといたんだけど、デフレスパイラルじゃねえわだって安くなんねんもんこっち。まあプレチケがない、お金がないから、ガチャ回さないってとこまで、物買わないってとこまでは一緒だね。そうなんだよね、なんか割と数回は回せる感じ。要は古風ですよ、古風。あれちょろっとだけ回して、ああダメだったか、じゃあ諦めようってなる人はね、なぜか世の中にそんなにいないと。ああこれ出なかったか、よしこっからが本番だ、石を、石が足りないな、買っちゃおうってやってね、回すぜってやってるのが多いからね今。まあそれも古風というね、蛇口ちょいひねりがあったからこそ、その後水がダバーと出るわけですよ。そうなんだよね、なんかガチャ単発で回せる物があってもよかったんだよねこのゲーム。ねえ、ちょろっと、それがでも今の毎週1回の無料スロットかな。それもね、近年までなかったからね。そう、昔なかったんですよいつぐらいだろう、去年ぐらいから。さて、メタグリだけども、メタグリの場合ってどっちがいいんだろう、そのお金をあげるやつか、レア度を上げた方がいいのか。でも落ちる数って決まってんのかな、最初から。そして突撃隊長はいないから、まあいなくても問題はないんだけど、ここは。まあお金はどこでも手に入るから、とりあえずプラチナアップの適当につけとくか。てか俺が素材袋アップなんだよこれ今どっちがいいだろうな。で、いろいろ強化はしたけども、あでも俺プラチナプレミアムとプラチナが被る。プラチナアップのだと、あでもこれ160でドレスが4倍か、武器経験値4倍でプラチナだったらな。素材アップ、なかなか俺の希望に応えてくれるやつが。そう、金箱アップでかける4っていうのは、ついでにこれ強化しとく。あ、11万、でも11万でも 70% オフだからさ、5000。もうちょい上がるやつはないか。1万500。いや、そこまでいかなくていいんだ。これはもう一個入れておいて、1600。
わあ、ちょっと足りないか。2000、ここら辺かな。ふうすげえ額だ。強化するだけで14億。金箱60、じゃあ160。まあ金箱アップだったらちょっとつけてみるか。プラチナアップがいいんだけどね。ジャッジメントのアイテムがあった。経験値パンパンだから入れておかないと。今経験値アップキャンペーンもやってるからね。大冒険の始まりよ。あ、間違えた。危ねえ。これでもしも手前の王冠取れなかったらもったいないからね。結構敵が離れてるから、うん、敵は倒せるけどコイン取れないみたいな可能性もあったんで、激なとかがいいかな。範囲もあって、でも敵の数が多いとやっつけきれないか。でも敵のレベル自体が低いから一発でも当たればいいかなって感じだね。そうね、初撃が一応全部に当たるし。王冠が上の方に、コリン、コイン。で、ここは金箱アップは意味ないかな。今、素材袋のと、あとはプラチナしかなかったもんね。お、ドーナツが解いてない。問題なくやっつけた。ここはもう落ちるクッキー、クッキーじゃないな、なんだっけ、あれは固定かね。アニマコインだクッキーとはちょっとジャドジメントバグ入れておかないと。星3以下のものは強化素材を必要としない。ここがお得ってよりかは単に手間が省けるからすげえ楽だよね。ここでうっかり装備をしてはいけませんまあすぐに変えられるけども、アクセサリーがねえなー。アクセサリーの方がもうパンパンになっちゃいそうなー。レベル802、さっきまでレベル808だったんじゃないかしっかりと見ておくべきだった何の悔しがりなんだか。クッキースターも、ん、どうしようかな。ちょっとこれ音も出る激密、なんか関係あんのかな。そして自分以外がレベル999、自分と借りてきたキャラ以外が、体当たりスイッチと攻撃スイッチ、これピョーンってやってとりあえず体でぶつければいいのかな、こいつを。お、うまい感じ。で、攻撃の方が、しまったな、これ先に攻撃の方を当てないと、いや、違うな、攻撃の方は別にね、貫通系があるから、それでなんとかなるんだろうけど、特殊、あれは強戦士だったら破壊できるのかな、普通に。いや、でも、敵を倒さないと、そもそもが開かないっていう、そういうアイテムかもしれない。あ、弱っ。まあランク1だからな。あ、移動した強戦士じゃないや、闘志をいかにぶつけるかってとこなんだろうけど、
攻撃スイッチは俺が押せるから、でもそれでこのリフトをちょっと上げないとここが邪魔で通れないんだよな。ただあの位置でもここと、この隙間通して奥の方まで行けるもんかな。で数ターンかけて待ってっていうのも考えられるけども、ただ少ない蹴り数でクリアっていうボーナスがある以上、ほんと少なくね、なんか攻略をうまくやればすぐに倒せる道があるってことだもんな。ではこっちの青ルートの方ちょっとやってみようか。何のキャラで行けば攻略しやすいんだろうな。割と覚醒色だと邪魔になっちゃうってことあるからね。このクーラーボックスみたいのは何すればいいんですか。この箱を壊してるかどうかがあのボーナスに関係するんだよね確か。そして何の苦労もなく終わっちゃったけど、うん、こっちは楽かな。今真核成長陣を使ったけども、単に範囲って感じだとね、別に誰でもいけそうな。ネクロマンサーだとどこら辺狙ってくれるだろう。お、惜しい、微妙に。でも箱を破壊したからそのボーナスはもらえるね。敵を先に倒しちゃうと、あ、でも箱これいったか、いった、よかった。敵を倒しきった時点でこっちのクリア判定になっちゃうかなと思って、もしそうだったらね、箱に当たる範囲でも箱にダメージが通らないって惜しいことになっちゃうから。でも普通にクリアできたけども、レベル帯が低いからなのかな。でもまだランク2ちょっとよくわかんないな。ほんと最初の星がめんどくさかったからさ、なんかあれ、これこのクリアでいいのかなってね、逆に不安になっちゃうんだよね。さて、そんな感じで今日はこれぐらいにしておきましょう。 70% オフの時に、この期間中にバンバン強化しておきたいね。また明日。